さて宇治友さん、はい、やっと乗れます PHEV プリウスということで、待望のマスタードでございます。やったー、やっと見れたこの車の色。マスタードです。あ、今光が当たってきたらまたイエロー感出てますけど。そうですね、思ったより黄色じゃないですね。そうなんですよ、ね、なんとも言えないこのニュアンスから、うん、何より柿崎さんがマスタードが好きっていうことでウィンナーを食べるんじゃなくてマスタードを食べるたびにウィンナーを食べるというでもこういうプリウスみたいな普及するモデルでこういう色が出てくるのは嬉しいですよね、うん、そうですよね。アメリカはこの色出さないんですってね。でもなんかメディアジャーナリスト系方々はいやいやいい色だからこの色アメリカにも欲しいよって言われたそうでございます。まあ、人気なのも分かりますよね。分かりますよね。ほらあの隣の車なんか、ね、メタリック系でさあんな感じでパキッとした陰影が出るんだけど日が当たると。そうですよね。なんかこっちはどっちかっていうとソリッドに近いけどよく見ると、うん、でもなんかメタリックなのかな。サイズはねドドドドドドン19550、あ19インチの方だこれ。17インチは100キロ超え。100キロ超え。でも19インチになると84キロになるっていうことで。ということでしたね。まあでもね、このインチアップした方がスタイリング的にもかっこいいっていう人とか、うん、あとやっぱり走りがそっちの方を期待したいっていう人には、そうですね。19インチ気になると思うんで今日はこっちに乗っています。ちょっと真横から見てみましょうか。19インチ。はい、どう？いやいやいや相変わらずの角度ですの。ねえ、やっぱりすごいねこの。なんかいやすごいですよね。スーパーカーっぽいよねやっぱりこの。ここの角度すごいですよね。ね、これをこれ。これね。これね、いやすごい。すごいやっぱり。やっぱりプリウス最近ねあの街中でも、はい、まあハイブリッドですけど、うん、プリウス最近よく見かけるようになったんですけど。あ、そうですね。なかなかすごいですもんねやっぱりね、うん、すぐわかる。あ、はい、プリウスだみたいな。でもプリウスでこんな風にねデザインを眺めてっていうのが本当に、うん、こっからの眺めがいいんだよな、というわけで、はい、試乗行ってみたいと思います。思います。というわけでこの車両の価格460万円でございますっていう感じです ね、 いやいやね車の値段上がってるから ね、 いや難しいですよね。まあなか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 のもんです。はい、じゃあそれに対して価値が見合うかどうかっていうね。そうですね、行ってみましょう。これ今ねバッテリーは 100% 100%、 100%、 はい 100% で、まあ、ガソリンも当然乗せてるから合わせて717キロ、まあ、今回ね2時間ほど試乗できるということだったんで、はい、EV モードでどのぐらい行ってみ行けるのかちょっと試してみたいなということで、お、行っちゃう？勝手に EV モードに、はい、しちゃいました。はい、はい、EV モードでーす。わあでもいいね、走り出しすっごい、ここ今さ石畳だったんだけど、あ、感じませんでしたね今。すっごい滑らかだったね。あ、でも段差の乗り越え感とかいいねこれ。19インチですからねこれね。そうだよ ね、 ね、まあ、多少少しゴロゴロする時あるけれど、うん、でも全然これ許容範囲っていうかそれ以上になんかこう滑らかさが上回っていて、うん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 、ステアリングのこの切り込んだ時のフィーリングとかいいですか。いいですね。周りの音がね、確かにこんなに外の音って静かだったっけっていう。そうね、遮音性も高そう、うん、そしてこの車静かすぎてさ、うん、沈黙に耐え難い時間ができそうじゃない。ちょっとね会話力が問われる、ね、問われるね、問われるねあ、でもこの小径のステアリングはいいね。なんかこう少ない操作でいけますか。うん、いける感じで、なんかこう動きが大げさじゃないっていうかさ、はい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 、最小限で済むのがスマートな感じがする。うん、おー、いいね。このアクセルをちょっと踏み出した時の感触とかすごくいい。いいですか。うん、思い通りに車が前に進んでいく感じ。なんかこうハイブリッドと比べて重さが感じやすいのかなと思ったんだけど、うん、はい、そういう感じがないね。なるほど。こういうリアルワールドで走った時の感じが印象がいいですね。まずもうバッテリーなんじゃないですか。うん、あ、もうそうそうそう、なんかそんな気さえするよね。そうですよね。だから普段は EV、 ほぼ EV として走れる感じっていうのがいいよね、うん、さあもうすでに高速道路の入り口に入りました。入りました。さあ合流。あー、すっごいスムーズ。もう一踏みで必要な車速にたどり着いちゃう感じ。
ですね。ね、うん、でもね、アクセルオンにして戻した時の車の前後の揺れみたいなものが、はい、ほとんど感じないし、なるほど、なんだろう、自分の位置がスッとね、あ、そのイメージした場所に持ち込めるっていうのは、うん、すごくいいね。レスポンスいいけど、レスポンス良すぎる感じでもないし、うんうん、程よい。どう、助手席今乗り心地いいっすね。いい、うん、全然いいですよ。19インチだからね、やっぱ重心が低い感じすごいするもんな。あ、でも確かにそう、うん、まず運転姿勢がやっぱりスポーティーだよね。そうですよ ね、 ね、助手席もスポーティーですからね。そう、なんか助手席もスポーティーったらおかしいですちゃんと足が投げ出せるっていうんですか。そう、あと着座位置自体が低めだよね、うん、そうですね。で低いんだけど、うん、ダッシュボードが低いから、うん、低い車で周りの死角が多い感じではない。そんなことないですよね。ないね。外観からするとすごくスタイリッシュに見えるんだけど、うん、なんか乗りにくそうに見えますよね、ちょっとね。でもこうやって今スッと何気なく乗り込んでみても、うん、そこで何かこのエピラーが傾斜していることの圧迫感を感じるかっていうと、そこまで感じにくかったって。あとこのサイドウィンドウの形状も、はい、うんうん、交差点の右折とかはね、意外にもこの辺が大事になってくるから、うん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 、見やすいのよ。まあ、頭測ってみたら、あれ思ったよりないなと思いますけど、うん、まあ車の中でジャンプするわけじゃないですからね。まあそうだね。でもさ、これ PHEV の魅力といえばさ、はい、やっぱりパワフルなあのスペックよ。そうですよね。なんだっけ、 220?、いくらありますよ。踏んじゃダメ。ダメ。でもまあ今ほどほどに踏んでますよ。今ちょっと行ってみます。ちょっと行ってみます。ちょっと行きましょうか。ちょっと行きましょうか。行っちゃう。はい、行っちゃいましょうか。じゃあちょっと減速して、今この EV モードのまま踏んでみます。踏んでみます。行きます。はい、ガバッ無音無音。なんかさ、静かにさ、じわじわ速いね。今速度見てましたけど、はい、無音でガーって伸びてきました。そうなんですよ。ちょっと動画では速さ感伝わってない。伝わってない、ね、と思いますけど。普通さ、車速上がるときと音の盛り上がりがね、エンジン車だとあありますからね。ちょっとね、動画じゃ伝わりきらないと思うけど、私たちの表情を見ると分かる。そうですねほら、車の動きがいや、はぁ、速いな。速いよね。速い。これエンジン使ってないわけですからね。そうだよね。まあ、本当のバッテリー EVのフル加速とは当然違いますけど、うん、そこまではいかないんですけど、うん、まあリアルワールドで使う分には全く問題ない加速性能ですよね。いや本当そうだよね、うん、だってこれまだパワーモードとかにしてないもんね。そうですよ。パワーだっけ、スポーツモードだっけ。そうなんだ。 EV モードのまんまスポーツモードにできるんだ。あ、そういうこと。ちょっと踏んでいい。ちょっとやってみましょうか。いきます。お、この辺からこの辺から来る。あへでもなんかさ、あれだね、出足からドーンと出すインパクトよりは、うん、なんかエンジン車でいう中間加速がいいみたいな。そうですね。感じの伸び方だ ね。 うーん、面白いね、モーターでこういう感じ。なんか車と対話している感じっていうのはちゃんとあるし、うんうん、ドライバーの気持ちにいかに車の動きが応えていくかっていう意味では、うん、なんかすごい操縦してる感じもあるから、うん、いい。いいですか、ね、あとやっぱね、こう着座位置見ててもいいですよ、うん、あ、本当？プリウス乗ってるみたいみたいじゃないみたいで、あー、そうだよね、うん、クルーズコントロール使ってみようか。あ、どうぞどうぞ。ちょっと相変わらずこのステアリングの設定がどれがどれだかよく分かんないんですまあでもこれ ACC は分かるね。なるほど。あ、いいね、楽だね。楽ですか。楽だね。ビシッとしてますか。ビシッとしてる。まあ どこまでも行けますね、これだったらね。どこまでも行けそうだね。行けますね。しかも燃費がいいしね。いや、いいですよ。この車は19インチなんで26ですね、うん、ハイブリッドモードでね。プリウス買われた方で19インチじゃなくて17インチに落としてる方とかいらっしゃるのかな。あ、ちょっと実は我々ね、17インチの行動で乗ったことないじゃないですか、うん、だからどんな感じなのか、もしそうやって買われてる方いらっしゃったら教えてほしいなと思うんですけど、ね、そうだよね、うん、動きが滑らかだから、この ACC 使った時の動きもいいね。より快適な、より快適ですか、感じがする。でも快適であり思い通りにも走れて気持ちがいいし、うん、すごくバランスのいい車だよねこれ。しかも乗り心地いいしね。そうで、その上これね、普段はバッテリー EV みたいに使えちゃうし。そうなんですよね。すっごい懐の深い、もうどこ、なんだろう、隙がないというかさ。そうっすね、ね、そうっすね。
すごい車作るねトヨタ。もう80点積主義のトヨタっていう言葉は似合わない、ね、そうね、毎回思ってますけど欲しくなっちゃいますもんこれ、パッて見るたび、ね、そうなんですよね、だ見るたびに印象がやっぱり変わってくるし、うん、TNGA を核にしながら走りの基本性能を高め、うんうん、走って気持ちよく快適な車を作るっていう、ね、しかもこのプリウスみたいな普及するモデルにスタイリッシュなデザインを与え、うんですね、マスタードイエローのような車に愛着が湧くようなカラーも用意し本当だすごいね、いやいやいや、よくやったもんですよ、うん、いや本当素直にそう思う、うん、というわけで、はい、バッテリー残量今 50% 50% になりました、なりました、で470キロ、スタートが434だったっけ、なので36キロ、36キロ、35キロ、うん、首都高高速道路走ると70キロは EV 走行で行けちゃうなと、そうですね、いう感じですね、当然まあ車速が上がるとモーターってね、うん、効率ちょっと落ちますからね、落ちがちだから、はい、一般道であればもっと走れる、ね、そうですね、だそう考えると WLTC モードのさ、うん、84キロっていう数字はなかなか現実に近いのかもしれないですよね、うん、そうですね、ね、うん、あ、クリスか、あ、いたいたいた、クリスいた、横浜生だ、横浜生だ、これは一般の人のかもね、一般の人の、まあ、ああいう濃い色もいいね、なんかいいよね、あの黒系もいいんですよ ね、かっこいいじゃん、かっこいいじゃん、ということで普段使いやっぱりバッテリー EV として結構使えちゃうぞっていうぐらいの性能は確かに出てるみたい、うん、ということが分かりました、そう、あとバッテリー多めに積んでるけど、はい、それがネガに感じにくいっていうのも分かったね、そうですね、うんうん、ということでここからはEV モードをキャンセルして、お、やった、オートモードにしました、はい、はい、でもエンジンかかりませんね、まだかかんないねじゃあスポーツモードにしてみますか、じゃあしちゃおうよスポーツ、はい、はい、スポーツ入った、スポーツ入りました、うわもう途端にレスポンスが変わった本当だ、アクセル踏んで車速の出方がレスポンスが高まった、でもエンジンかかってないよね、かかってないよね、かかってないよね、これかかってないと思うよ、かかってないよね、ってないよね、ちょっと踏んでみる、ちょっと踏んでみましょうか、かかった、おお今もうちょっと踏んだらもうグーッと出たよ、すごいね、やっぱエンジンの力もちゃんとあるね、あるね、ミリッターね、減速していくよ、やっぱりこうエンジンあるとこうどんどん伸びていく感じしますね、伸びていくね、伸びていくし、やっぱり力がグイッとこうかかるね、かかるよね、ワープしそうだね、すごい、ワープ、まあすごいね、なんかちょっと今までと表情が全然違う、違いますね、でもなんか面白いのはさ、うん、これモーターを主体にドライブすることを意識させる車なんだけど、うんうん、なんかねエンジンが逆にこうターボ的にさ、そう、ちょっとなんかこうフォローしてるじゃないですけど、うん、なんてエンジンがアシストしてるじゃないけど、そうなのよ、なんかエンジンの方がプラスアルファの力のようにかかってくる、うん、そうですね、だそのなんだろう、モアパワーみたいな時にさ、うん、ほらエンジンがで音の高鳴りもそうですね、あるじゃんエンジンがかかった時の、うんうんうん、本当はねエンジンが主体で、うん、モーターでアシストするっていうのがまあハイブリッドの基本でしたけど、うん、この車の場合はちょっとなんかそれが逆転しちゃってますね本当にね、そう、でもさっきね大家さんがプレゼンで朝のご挨拶で言ってたのは、はい、その今すぐ CO2 を減らせる手段として、うん、まあ、ハイブリッドと PHEV 用意してるプリウスではっていう話をしてたわけ、そうでしたね、そう、うん、だからなんかすっごいねそれが目に浮かぶ感じだよね、そうです ね、うん、トヨタは電気自動車出遅れてるみたいな話が一部あったんだけど、ありましたね、でもやっぱりねこういうハイブリッドの延長線上でそれができるっていうのはやっぱすごいね、そうですね、ハイブリッドと PHEV 乗りながらバッテリー V の進化を待ち、うん、その先にほらほら水素燃やして内燃機も生きてるじゃんみたいな世の中が来たらそれはそれはハッピーですよ、そうだね、うん、だでもこの PHEV はさ、うん、本当にそのトヨタが積み重ねてきたハイブリッドの良さがねすごく息づいてるから、うんうん、乗り味の面でもその価格納得させられるだけのものあるね、そうですね、あとやっぱ電気自動車だけだとちょっと難しいかもっていう人にとっては、うん、いい選択肢になると思う、
というわけで柿崎さんに運転お願いして後ろの席来ちゃいました。はい。いやでもまあ後席も、はい、まあ原稿字1個ちょっとだけど頭の上は、うん、でもなんか視界自体はどうですか。天地はねそんなにないけれど、うんうん、ガラスエリアでもなんか目線の位置にはあるし程よくこう守られてる感じもあるし、うん、あこれそっかアームレストついてるのかですね。ドリンクホルダー2つ。ちょっと1点だけ、うん、ドアトリムがそっけないっていう感じはしなくもないですよね。そうだね。なんか、まあ、このアームレスト部分はソフトパッドになってるんだけど、うんはい、このねスイッチ周りとドアハンドル周りがね、うん、ちょっと硬質な樹脂だね。ですよ ね, ね。でももうちょっとなんかあってもいいねこれね。なんかあってもいいよ ね, ね、うん、質感の部分じゃないですかね。やっぱりプリウスのPHV の場合はもうちょっとなのかなっていう、この辺とかも割とこうもうちょっとなんかねソフトパッドでももうちょっとありますよね多分ね。ちょっとスカスカのスポンジが入ってる感じだね、まあ、しますよねやっぱり ね、まあ、とはいえこの足元に AC100V と1500W のコンセントがあったりさ。ですね。こういうのは嬉しいねやっぱり。これは機能面で言ったら相当充実してますからね。そうだよね、まあ、ハイブリッドもねついてるんだけどさ、うん、B モードに入れると、うん、回線が強くなるって言ってましたね。あ言ってましたよね。言ってましたね。まあそうですよね。 B モードですからね。減速感が変わるってことだよね。ですね。これ今3段階中2の減速感。そうですね。感。ああなるほど。こういうどう？今ブレーキ踏んだ？いや踏んでないです。踏んでないです。じゃあアクセルオフで減速感が今生まれたんだ。そうですね。でこれをマルチインフォメーションディスプレイ内で変えられるそうなんですが、変えられないですね。これ、はい、最強にしました。はい。はい、でもさ、走りながら加減を調整したよね。っていう話しましたよね、この間ね。やっぱパドルシフトあっていいんじゃないかっていう。そうだよね。アウトランダー PHV みたいにね。うん、やっぱパドル欲しいな。パドルあった方がいいよね。ちなみに充電は 200V の普通充電で、はい、約4時間30分で満充電。でもこれまあデータ上だからバッテリーがゼロの状態から満充電にするのに4時間30分。ですね。っていうことか。当然 100V だとその倍の時間かかるってことで、ね、そうですね。これやっぱり当たり前ですけどオートモードにしとくとなかなかバッテリー減っていかないですね。あ、そうですよね。やっぱハイブリッドでね、うん、回生もするし回生もしたりエンジンで発電もするし、これもソーラー充電システムオプションで設定されてるんだけど、そうですね、1年間1200キロ分ぐらい充電走れる分のエネルギーを充電できる。そうなんですよね。外に置いてる人はいいよね、こういうのもね。いいですよね。あ、乗りやすいな、この車。乗りやすいでしょ。乗りやすい。乗りやすいよね、うん、後ろも快適ですね。視覚が悪いとかないと思いますよ、これ。うん、そう、直接しかいいですよね。いや、いいですよね。逆にいいと思う。ここだってこの隙間そんなに開かないですよ、だって。そう、だから寝てるがゆえのそう、なんていうんですか、ミラーとの隙間。そうだよね、うん。いやでもやっぱ車の動きがすごい滑らかだから、うん、車線変更した時なんかも体揺すられづらいですね。じゃあ僕の運転が、あ、多分その配慮もあるんじゃないかと思います。はい、だ後席乗って狭く苦しい感じもない、うん、ということですよね。180ぐらいまではいけるのかな、ね、ぐらいですね。いけそうですけどね、うん、という感じですね。確かに、うん、内装はもうちょっと頑張ってもよかったんじゃないかなっていうのが個人的な感想でございます。そうだね。でもそこ頑張るとまた値段が上がるんだろうな。そういうことです。もう本当に車の値段が高いねえ、うん、というわけでプリウス PHEV 行動試乗編でございました。ございました。なかなか快適で楽しい車でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあということで特設テントの中で外部給電のお話が聞かれるということで、はい、今日はご担当の小島さんにお話を伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらは車で給電と申しまして、はい、トヨタホームがトヨタ自動車さんと一緒に開発いたしました、はい、で電動車から電気を取り出しまして外部給電と言います。これから外部給電を
電気を取り出して電気を取り出しまして、はい、停電の時にお家に給電することができます。お家に給電、はいはい、できますね、はい、でこれまで安全にできなかったんですけど開発しました車両用接続装置、はい、この安全装置を介しましてこれで停電の時にこれを切り替えますとパチンということで電気がつくということになります。おで今までこれなかったんですか。はい、この安全装置がなかったです。一見できそうなんですけども、はい、この安全装置というのが車と家の安全をつなぐそういったような部材になっておりまして、なるほど、これが開発になります。へ、ちなみにこれお家につなぐときは分電盤っていうところにつなぐんでしたっけ。あ、その通りです。家全体というわけではなくて例えばリビング一部屋ですとかそれからもうトイレとかですね、その災害時に困る部屋だけ使うことができます。あ、そういうことなんですね、はい、お手軽に非常にできますので、はい、お勧めしております。これちなみに、はい、こういう仕組みをお家に設置するのって、はい、まあ、やり方にもよると思いますけど、はい、おいくらぐらいでできるものなんですか。はい、トヨタホームの新築ですと25万円からお渡ししております。なるほど、はい、新築だと25万円から、はい、でリフォームの場合後付けももちろんできるんですけれどももう少しお高いんですがそれあの施工費がかかりますので35万円ぐらいからということになってます。なるほどなるほど、はい、これがなくてもできたのかなっていう気もするんですけど、はい、できることはできたんですけども、はい、やはりこう電気的な安全ですね、うん、がないと、まあ、あの最悪の場合にお客様の生命財産ということに影響を与えてしまうので、まあ、ここに書いてあるんですね。そうですね、漏電ですとか、はい、まあ、より安全に使っていただけるようになったっていうイメージなんですかね。同じようなことができる例えば低地型蓄電池よりも、まあ、随分お安くはであの提供できると思いますので。確かにそうですね。で蓄電池だけでも結構お値段ってしますね。そうですね、100万円以上してしまいますので。そうですね、100万円オーバーっていうイメージありますよね。そうですね。じゃあその蓄電池としての機能と、はい、まあ、プラグインハイブリッドとかあの価値を考えたらすごいね、プリウスってね。これがすごいんです。これよりもこれがすごいです。まあ、これ500万円しますけど、500万円しますけど、まあ、そのうち100万円分蓄電池だと思ってしまえばという発想ですよね。はい、すごくお得に感じると思います。このシステムって地味に感じるかもしれないですけど、やっぱ災害時なんで、やっぱこの漏電しないとかこういう安全性は非常に大事なことですよね。非常におっしゃる通りだと思います。しかもこれを切り替えるだけで使えるっていうのがここですね、はい、これ切り替えてみてもいいですか。あ、大丈夫です大丈夫です。あのちょっと力がいる、はい、力がいる、あの力がいる、下に押せばいいんですか。あのあ、まあ、これだけで大丈夫です。節度感は半端ないですね。節度を持った、はい、なるほどなるほど、ってまして、これ簡単にカチカチとできないように、はい、あえてこういうふうにしてるんです。あ、そっかそっか、あえていたずらとかでやってしまわないように。あ、そういうことです。今から切り替え、車のバッテリーに切り替えるんだぞみたいなことですね。そういうことですね。なるほど。実際これまでのデータを皆さん持ってるのかと思うんですけど、はい、実際に停電したりとかあと普段お家でエネルギーを使ったりされる方の声って、はいはい、どんなふうに聞こえてくるんですか。あの3つのことがしたいっておっしゃってます。在宅避難のためには1つは食材の確保ですね。つまり冷蔵庫が使えること。なるほど、うん、なるほどなるほど。それから真っ暗だと困っちゃいますので明かりが使えること、はい、もう1つがスマホ等の情報機器に充電できること。この3つだということです。なるほど。冷蔵庫は盲点ですよね。冷蔵庫はね大事ですやっぱり。というわけでプリウス PHV 他トヨタさんのハイブリッド給電できる車をお考えの際はぜひトヨタホームさんの車で給電検索してみてくださいということですね。よろしくお願いいたします。はい、新築の場合はトヨタホームさんだと25万円からリフォームですと35万円からということで皆様ご検討ください。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。